片町スクランブルナイト、続いてはもう名物コーナーでございます、金沢マラソンへの道よっよっ。レギュラーです。レギュラーですね。この番組では第1回大会が始まる前から金沢マラソンについてずっと応援しております。今夜も大会本部の皆さんをお迎えいたしまして、金沢マラソン2023について最速&最新情報をお伝えしていきますよ。それではスタジオには金沢マラソン推進課の課長大壁久則さん、そして番組のレギュラーメンバー、金沢マラソン推進課の金子忍さん、しのぴーさんですね、はい、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。レギュラーです。そして先ほどからはガラッと顔を変えましてマラソンチームの方ですね、チーム金光堂の代表レジェンド宮谷隆之さんにもお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。徳、ね、ちゃん、なんでレジェンドかってご存知？東京マラソンにね、そう、東京マラソンに何回でしたっけ？何回落選した？いや、違う、東京マラソン何回やってる？10？そうだね。何回落ち続けたんでしたっけ？4、5回ぐらいやってる。そっちのレジェンドよ。もうなんかレジェンドっぽいしなと思って普通に読んでた。っぽいしなってレジェンド。レジェンド捕まえて。そう。10回以上落選した。落選のレジェンドってことですか？初回からずっと落選し続けて、一昨年初めて走れたっていう。もうね、この際だからそのチャリティー枠を買うかっていうところまで行ったんですもんね。そう、うん、でチャリティー枠で走ったら結局金で走ったんかいって言われるっていう。言うやろって言ったら言うなっていう。まあ言うな。まあ、でもそれぐらいのやっぱりね、マラソン愛のあるレジェンドですよ。レジェンドですね、はい、ということでレジェンド説明終わります。はい、はい、ありがとうございます。ここはちゃんと思いを伝えないと、うん、ね、もうちょっとそこ話したかった。十分です。時間どんだけあっても足りないから。はい、ということで、まあ、改めてこの月に1回定期的にですね、金沢マラソンの最新情報を発信しておりまして、金沢マラソンの情報を検索しようと思ったら本当にこの動画が一番最初に上がってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。いや、それだけね、本当に皆さんも頼りにしていただけてるんだなっていうのを感じるわけなんですけれども、はい、今日はどんなトピックから参りましょうか。今日はですね、はい、まずゲストが新たにお一人、小畑佳代子さんが来ていただきました。あちらのカメラにちょっと見せていただいて、こう白い吹き出しがありますけれども、小畑佳代子さん、真ん中の方ですね。3年連続。はい、そうなんですよ。うん、お一人、世界で。はい、こちら1999年の世界陸上セビリア大会マラソン第8位、ね、日本代表ですね。はい、はい、そうですね。はい、はい、すごい。世界陸上もね。で8位やもんね。織田裕二が応援するやつですよ。うん。おばた来たーっていうやつです。そうです。すごい方がまた、ね、これだけあの世界大会とかで活躍している方々がペースランナーとして走られるっていうのも金沢マラソンの魅力の一つですので、ね、はい、おばたさん、ちなみに 何時間何分のとかっていうのはまだ発表にはなってないですか？まだ、はい、正式には今決まってなくて今調整中ですね。はい、でもできればね、後ろの方で一緒に走っていただけると、うん、一般ランナーの皆さんがこう会話したりとか、うん、でまだあのコロナ前の大会みたいな形で、うん、多分コミュニケーションも取ったり OK でしょ。そうですね、うんうん、なんかこう励みになりますよね、うん、その他のねゲストペースランナー改めてご紹介すると、うん、と、はい、一番上にあるのが上野雄一郎さん、はい、あの立教大学の駅伝の監督ですね、うん、はい、あの学生よりも早いという、はい、噛んでしまいました、はい、あの学生よりも早い監督ということで有名な方ですね、うん、駅伝ファンも、ね、走ってらっしゃいますもんね、はい、普通にでね、今でもね、うん、世界陸上ベルリン大会 5000m 日本代表、すごいね、すごい、うん、でその下大南博美さんですね、はいはい、この方も世界陸上ヘルシンキ大会の日本代表の方、うん、1万メートルですね、1万メートル、はい、日本代表の方ですね、はいはい、で小畑佳代子さん、うん、そして、西田隆之さん、はい、世界陸上エドモント大会9位ということで、うん、はい、俳優じゃないですもんね、はい、かっこいい、かっこいい、かっこいいです、身長も高いし、そう、俳優やらすごく爽やかな人、この方は第1回から、はいはい、ゲストペースランナーを務めていただいてます、うん、で一番最後に、画像ではちょっと見えないですけど猫ひろしさん、はい
はい、あのリオデジャネイロオリンピックのカンボジア代表。カンボジア代表、はい、カンボジア代表、カンボジア代表だ。はい、ちょっと心配ね、まあ、心配だってニャーしか言わないような気がしてそれでいいんですよ、全然いいんですよ、そんなにいいんですよ。ペース守って走ってくれるかな。そう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 、どれぐらいのペースですか。にゃーバビューンって何分ペースですか。それはそれで楽しみですけどね。にゃー、ね、で他にもペースランナー、ね、あの一般の参加のペースランナーの方もいらっしゃいますし、うん、すね、はい、ボスは今年はペースランナーまたやられるんですか。一応3時間45分のペースランナーを予定してます、はい、まあちょっと膝痛めて長いんですけど、うん、まあでも先月もう120キロぐらいは走れてるし、うん、まあ、あの少しずつ距離を伸ばしていって、まあ、当日っていうかあの痛みが取れてればなんとか間に合うんじゃないかなというふうには思ってますけど、うん、ゆっくり走るっていう選択肢はないんですか。え5時間のペースランナーをやるとか。長いじゃないですか。5時間半のペースランナーをやるとか。いや、あのもう何て言うんですかね、あの3時間45分やるっていうのは結構前に故障する前から、うん、あの決め、うん、あのそこでエントリーしてるので、うんうん、まあ、そこ今から変えるっていうのはなかなか難しい、うん、いや別にいいですよ。いいの。いいですよ、5時間ぐらいに、うん、のんびりのんびり走ったらいいのにって、ね、そんな足痛いのに3時間45分いやもうやりますやります。心強い。いや、いいんじゃないですかって言ったら絶対やりますよね。ということでね、他にもね、でもペースランナーの皆さんやっぱりこう励みになるし励ましてもらえるし、あとは何だろう、自分で設定してるペースってあると思うんですけど、だんだんやっぱりね自分弱くなって落ちてくるんですよね。そういう時にこうお尻を叩いてくれるとか、優しく背中を支えてくれるような、そんな立場の皆さんですので、そういう世界で走った皆さんがそうやって一緒に走って分かち合っていただける、これも本当豪華だな、ね、このゲストペースランナーについていっていただきたいですね、うん、皆さん。他の大会でこんなにペースランナー豪華なとこないですよね。そうですね、ゲストランナーってね、がないと思う、結構ね、いらっしゃいますけど、うん、あ、ゲストランナー、ゲストペースランナーっていうのはあんまり聞いたことない、ね、ないですよね、うん、ゲストランナーはだって先の方行っちゃうし、うん、はい、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います、うん、ということでまずはこれが最初の大きなトピックでございます、うん、で、じゃあ次のトピックいきましょう、はい、次、じゃじゃん、はい、ただいまこちらのランニングクリニックの参加者を募集中です。はい、ランニングクリニック9月3日に開催されます、はい、このアシックスの、まあ、この講師の方がいらっしゃって、あ、ほんまもん、でランニングクリニックあるんですけど、はい、何がいいって、あのシューズの試し履きができます。わ、へえ、アシックスの最新シューズがの試し履きが可能です。これやっぱり厚底の、もう何を持ってこられるのかちょっと分かんないですけど、去年はあのメタスピードとか、はい、その時今出たばっかりだったんで、うんうんうん、メタスピードとか、あとなんか2つぐらい持ってきてたと思うんで、うん、今年メタスピードスカイエッジ、そう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 、はい、今年だったら S4 とか持ってくるかもしれないですね。へー、なかなか実際にね走ってこう試し履きができるって、うん、なかなかいいと思う。ですよね、実際に、陸上競技場でこれはするんだ、はい、じゃあよりなんか実践に近い形で試し履きができちゃう。そうなんですよ。え、お安い。そうです、各コース1000円になっております。へー、安い。午前中っていうか、まあ、もう8時半からの基礎確認コースって、まあ、ちょっと初心者向けみたいな動き作りとか、うん、そういうような感じだと思うんですけど、その後11時からがスピードチャレンジコース、で、まあ、あのフルマラソン4時間以内を目指す方、サブ4ってやつですね、はい、ね、こっちはなんかインターバル走とかやるって書いてありますけど、まあそんなになんかね、まあ、気にせず申し込んでくれればいいんじゃないかな。構えずに、そうそうそう、気楽に。そうです、そうです、うん、はい、あれ大壁さんの課長の持ちタイムってどんだけでちゃう、はい、いや、まだ走ったことないです。あれでも、ね、想定のこう持ちタイムって多分7時間切れるかどうか、うん、いやいやいや、4時間切ってくるって噂を聞いてる。いやいや、まあ、どこかでチャレンジしたいなと思ってますけど、うんうんうん、ね、はい、でもこうやってこう走り方を基礎から教えていただけるっていうのはなかなかないですもんね、うん、で聞くとやっぱり理にかなってるっていうか、うん、はい、ああこういう風にするんだっていうね、
誰でも走れちゃう分、結構自己流、我流で走ってること多いと思うんですけど、うん、我流で走るとどっかしら痛くなりますもんね、うん、だから痛くなってるんです別にボスの話じゃないですよいやでもね本当にね、ランニングフォームって難しくてね、うん、まあ、多分 いろんなこう表現の仕方があるんでしょうけども、うん、言ってることは皆さん一緒なんやけど、そこを、うん、それを自分にどうやって落とし込むかが一番難しい、うん、未だに分からんもん、うんうんうん、そんなにフルマラソン 何回 何百何十 17、18回走ってるかもしれませんけど、うん、全然分からん、ね、だから 今こうすればいいんだなっていうような、今でも新しい発見があったりしますから、かなり奥深いですよ、うん、でもあのスキーとかでもそうですけども、うん、あの何ですかね、あの小学校の時から滑ってましたっていうよりは、きちっと慣らしてあの滑った方が早く上手に綺麗に滑れるじゃないですか、うんうん、ランニングも多分最初からきちっとフォームを、確かにね、うん、フォームを習って、うん、そこから走り始めた方が怪我も少ないでしょうし、早く上達するのは間違いないというふうに思いますから、うん、まあ、素人の我々の聞くよりもやっぱりこういうプロのね、うんうん、コーチにしっかりとランニングフォームを教えてもらった方がいいとは思います。どうだね徳ちゃん、来年の金沢マラソン2024に目指して基礎から習ってみるっていう。そうですね、頑張るかもしれません出不詳から直さないといやでも、ね、いやでもね、いいですね、うんうん、ね、なかなかチャンスないと思うので、うん、ひょっとするとね、うん、今3時間半で走れる方がさらにこう残り5分10分を詰められるようなヒントがそこにあるかもしれませんし、うん、そうですね、はい、楽にスピードが出るっていうような、うん、あの方も教えていただけるかなというふうには思いますけども、すごい、9月3日の日曜日、はい、午前中が基礎確認コースですね。でスピードチャレンジは11時から、はい、どちらも各コース定員が60名です。60名、はい、申し込み多数の場合は抽選になります。抽選になりますので、まあそんなまだ定員には達していないようです。そうですか、うん、で6日まで、今度の日曜日まで申し込み可能でございます、はい、8月6日まで申し込み可能でございます、はい、ぜひ振るってご応募ください。各コース1000円、これ申し込みはランネットじゃなくて、あのスポーツ事業団さんのこのあのページがあって、はい、そこからお申し込みになります。なるほど、金沢市スポーツ事業団、こちらからね、まあ、検索。金沢マラソンのホームページにもなんか、うん、多分なんか載ってると思います。リンクがあると思います。載ってると思います。ぜひそちらから辿っていただければと思います。はい、この方も2時間36分のタイムです。はあ、シックスランニングクラブコーチ、そんな方に教えてもらえるんですね。すごいな。はい、ということで、いろいろとこうイベントなんかもね、盛りだくさん行われていて、うん、100日ってやっぱり一つ節目だったので、いろんなイベントありましたもんね。そうですね。ピラティス、はい、ピラティス、うん、ピラティスランニングレッスンっていうのを、はいはい、うん、いつでしたっけ先週7月22 2、うん、2、はい、2 違ったこれだ、これだ。いろんなイベントありますからね。はい、7月22日と23日に、うん、大会100日前イベントとして、ピラティス&ランニングレッスンということで、うん、市川真由美さんに講師として、うん、やっていただきまして、どうしてもピラティスという形で、呼吸とか姿勢とか正しい体の使い方、うん、こういったものに焦点を当てて、ランニングに落とし込むという形のレッスンをしました。骨の一つ一つを意識したなんかストレッチだったりとかされるんでしょう。よくご存知ですね。知識だけやったことないんですけど見てたんかと思います。いや、はい、だ自分のだって背骨の何番目とか、うんね、そういうことすごい言われるんですけど、はい、でしょう。全然わかんないと思う。どこに背骨がそうこれだっていうのはわかりますけど何番目ってわかんないじゃないですか。奥深いね。そう本当に。でもそこまで意識がいくようになったら、うん、きっと体を自由自在に動かせるようになるんでしょうね。あの某 MRO のアナウンサーの谷川アナウンサーがここ参加されて、すごいね、良かったよっていう話をされてて、谷川アナウンサーもオンラインマラソンにはエントリーをして、うんうんはい、森脇健児さんと一緒にオンラインやるんだという話をしてましたので、ぜひね、オンラインの方ももうね、
そうです、そうです。はい、申し込みの方はもうこれで終わったんですが、はい、2681名の方の応募がありました、はい、で今着ているこちらがオンラインの T シャツ、黒い方、黒いやつ、はい、黒いの、これ6月中に申し込んでいただいた方は、8月中に発送する予定になっておりますので、はい、またこれを着てオンラインで走っていただければというふうに思っております。申し込みました。僕も申し込みました。後ろかっこいい、こんな感じです。疾走感あふれる、見えますかね。Move forward って書いてありますけどね、うん、はい、はい、課長が着てる方は、これはPR T シャツ、はい、春先から着てるんですけど、はい、これも目立ちますので、例えばちょっと薄暗くなってきたなっていう時は、夜ね、絶対これですね、目立つので安全に走れるかなと思ってます。夜これだとちょっとあれかもしれない、はい、溶け込んじゃいますからね、闇に、うん、そう、まあお好きな方をね、はい、着ていただいて、昼間これは昼間はこっちで、オンラインは、まあ、こちらしかないですけど、うん、はいはい、またこういったね安全な格好で走ってもらえればなというふうに思ってます。そうですね、はい、こちらも販売されてるんでしたっけ、 PR こちらは販売してます、してますね、まだいぶもう残りは少なくなってきたと聞いてますけど、うんうんうん、はい、ぜひぜひこちらもチェックいただきたいなというふうに思います。で、いつもいつもですね、伺っている特ダネですよ、特ダネ今月の特ダネ出た出ましたね、はい、来た、特ダネおねだりをね今日しちゃおうかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、用意してきたんですよ。お、言ってみるもんだ、にやりとされた、にやりとされました。今月は現物も用意してきました。お、なんだなんだ、皆さんもう要チェックですよ、見てください、見てください、なんだ、今年新たにエイドに、エイドに出しますものを今日持ってきました、ね、前回も前々回も話題になってましたもんね、あ、そうですね、前回ちらっとお話ししたと思うんですけど、はい、今年新たになんとだーん、ご当地ポッキーだ、ご当地ポッキー、きた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 、のど島金時でーす、すごーい、こんなでかいんだ、もうでかいんですよ、え、これ本当に一本、この長さ、この長さです、え、これが映像に出てくるの、出てます、はい、えー、え、私食べたことあるんですよ、めっちゃ美味しいです、これも美味しいこれ実はめっちゃうまい、めちゃくちゃ美味しい、いいんですか、ありがとうございます、今食べていい、食べる流れ、いいですか、食べたい、はいはい、あ、すみません、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、やったやった、すごい、え、すごい、あ、個包装になってるやつ、ナリリーもどうぞどうぞ、すごい、どうぞ、これありがとうございます。みんな急いそう、食べ味。ちょっと溶けとるかもしれない。すごーい。めっちゃ美味しいですよね。やっぱ溶けてる。熱くて。あ、熱くて少し飲みました。いや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 。当日はね、こんなに熱くないですから。そうですね。はい。これでも、うん、食べてかすぐ水分入れないと、ね、結構きついね。めっちゃ美味しい。でも長いし、うんうん、でかいっていう。仕事中だけど。誰か食レポを、ねえ、うん、どうですか、本当、本当にうまい、マジどうですか、もうあの芋そのものですよ、五郎島金時のお芋さんそのもの、濃厚なの、うんうんうん、美味しいですよね、これね、で、このプレッツェルの部分もね、あの普通のやつに比べて大きいんですけども、そうそう、ね、小包装、小包装ですよね、このこれこうやってこうやって食べて、こうやって食べる、そうそうそう、あ、これ贅沢、ね、頑張って食べてくださいね、一、ね、うん、人一本相当贅沢ですよ、まだまだ持って帰るのちょっと大変だからすぐ食べないと、すぐ食べないと、持って帰るとボッキボキにポケット入れると折れてしまいますね、すぐその場で食べて、2枚読んで溶けちゃうし、いやこれはついにエイド発表された、前半かな中盤かな後半かな、この辺まだちょっと調整中、今調整中ですね、調整中か、いやでもどうだろう、最初の方でも食べたいし後半で励みになるし、これ全国発売、これあの普通に売ってますよ、駅で買ってきましたけど、お土産屋さんとかで売ってます、そうそうそう、うん、今日駅で買ってきました、こんなでかいポッキーがあるっていうのも知らなかった、うん、多分ご当地元ポッキー、うん、ご当地ポッキー、北陸地区限定発売、これはうまいわ、なんでね、あのエイドで走った食べて、例えばお土産で持って買って帰るとか、確かに、はい、確かに、あ、これはそうですね、ディレクターまだ食べてます、これめっちゃ好きなやつ上手でもと、うん、ね、ポッキー視聴者プレゼントしてほしい買ってください、走って食べてください、はい、トクちゃんまるで走るようなリアクション走るようなリアクション、は
あ、これがエイトで、ね、いや、すごい、いや、現物付き、これは皆さん楽しみにしていただきたい。めっちゃビッグニュースね。え、それから、それから徳田ね、はい、徳田ね、その2。いや、今日はこれが、はい、精一杯、精一杯です。ちょっと欲しがる、欲しがる、欲しがる、すいません、欲しがりさんですいません。でもボス、今日の時点で、87日、はい、本番まであと87日ということなんですけれども、はい、あの今日はあの初マラソン参加の石田さんはね、このコーナーにはいらっしゃらないんですが、はい、87日前、今からだったらどういうトレーニングをしていくっていうところをこうアドバイスされますか。まあ、例えばその完走を目標にしてる人と、まあ、タイムを目標にしてる人とはちょっと違うと思いますけど、ただ、うん、この暑さですからね、はい、だからもう長い距離はなかなか難しいので、もうまあ早朝5時とか6時とかから走る、まあ6時も今ちょっときついんじゃないかっていうふうに、うん、思うので、まあ、あの今は まだ足作り、それか例えばまあ、足ができてる方だったら短い距離のスピード練習入れてもいいかもしれませんけども、長距離走ると時間がかなりかかってしまうので、例えば10キロ走ると、10キロが今までメインで走ってる人だったら朝晩と5キロずつ分けるとか、無理はしない、で、まあ、本来であれば長くあの走った方がいいとは思いますけども、うん、これ体力相当必要なので、走れませんね、走れませんから、短いのを2本に分けるとか、あとは短い距離でも最後の方はちょっとスピードを上げてみるとかっていうような工夫は必要かなというふうには思いますね。あまり炎天下でダラダラと練習はしない方がいい。まあ、練習できないでしょう、ちょっと危ないのと本当にわし、2週間前の朝練で、まあ、前の日の水分もやっぱりしっかりとっとかなくちゃいけないと思うんですけど、その前の日もあんまりとってなくて、朝コップ一杯飲んだだけで、往復12キロのラスト2キロ走れなくなって自販機行きましたから、だから結構まあ、それテレビでもしょっちゅう言ってますけども、自分は大丈夫だと思っててもやっぱり枯渇してる時、水分枯渇してる時があるので、まあ、かなりしっかり取らないとなかなか難しいと、やっぱり無理をしないっていうのが、昼間はなかなか走ってる人もいますけど、いや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 、あかんね。暑いとこ無理して走っても能力はそんなにアップしないですよね。あ、それと例えば日頃1キロ5分で走ってる人だったら6分にするとか、それでも随分この暑い中ではパフォーマンスは上がると思うので、無理してスピード上げないっていう、まあ、ペースでもスピード上げないっていうのがいいかなというふうには思いますね。なんかあんまり頑張りすぎると、あ、コメントでも最近は朝5時から7時ぐらいが涼しいぐらいで、そうですね、あとは酷暑ですというね、コメントもいただいてます。やっぱね、涼しい時間帯で、ね、見計らって。わしらの朝練も6時から8時なんですけども、もう7時から8時になるとかなり暑いから。そうなんですよ、もう暑い。だから1時間本当にちょっと辛いけども、前倒しぐらいにしないと。そうですね。で、夜も暑いんですよ、今。夜は本当ムシムシと暑いから。なかなかね、ちょっと涼しくなるのは難しいと思うので、まあ、スポーツジムの人だったら、まあ、トレッドミルで走るとか、ね、まあ、トレッドミルでも暑いですけど今、涼しい場所を選んで、はい、選んで大事でね、練習していただけたらいいですね。はい、ということで、ね、いろいろとメッセージもありがとうございます。ポッキー視聴者プレゼントだから、ランナーの前にフライングショコレポ確かにフライングショコレポかとめちゃくちゃ盛り上がりましたね。いやでもね、楽しみが増えました。はい、じゃあそれぞれ課長とシノピーからもですね、こちらのカメラにメッセージをいただいて、はい、ランナーの皆さんに激励メッセージを。はい、はい、暑い日が続きますけれども、体に気をつけて、しっかりと準備して、当日を迎えていただきたいと思います。また準備をしっかり頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、しのぴさんもお願いします。はい、毎日暑いですが、皆さん健康には気をつけて、
ポッキーお楽しみに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ボス、あ、ボスも、あ、わし、はい、あ、わし、はい、いや、ぼーっとしてたっていうか、いや、お菓子の絵、ポッキーどこの絵とかなと思ったんだけど、どこ、あの東山のあそこ和菓子やもんね、調整中、調整中ではないかな、じゃない、はい、あの、それを考えてて、すいません、ぼーっとしてたわけですね。はい、ぼーっとしてました。はい、私もポッキー目指して頑張りたいと思います。皆さん暑い中頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。金沢マラソンへの道、この時間は金沢マラソン推進課の課長大壁久則さん、そして同じく金沢マラソン課の金子忍さん、マラソンチームチーム金光堂の代表宮谷孝之さんにお越しいただきまして、金沢マラソン2023の最新情報をお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ビッグニュースもお届けしました。わからん、テイゲーム。ヨー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 。